今回は朝の9分メソッド、エレベーターの呼吸今ここバージョンをご用意しました。朝目が覚めたらそのまま布団の中で行うもよし、一段落ついてコーヒーを飲みながら行うのもいいですね。とにかく毎朝続けることで左脳さんの自動思考が収まり、沈黙していた右脳さんが私たちに人間本来の縄文の感覚を思い出させてくれるのです。朝のメソッドが苦手な方には眠る前専用メソッドも近日中に公開いたしますので、ぜひともチャンネル登録と新作通知が届くベルマークボタンを押して今しばらくお待ちくださいませ。ちなみに好評いただいているネド潤式右脳活性化メソッドの全部入り再生リストも概要欄に貼っておきますので、どうぞご活用ください。それでは朝の9分メソッドをやっていきます。目を閉じて自分の小さい分身をお腹の中、おへその下の丹田まで下ろし、両手を広げてお腹の内側の壁をしっかりと押さえて、今ここと心でつぶやいてください。湖のほとりの音が流れましたら、そのままお腹の内側の壁をこすりながら深い呼吸とともにエレベーターのように喉まで上がっていきましょう。喉の内側を触ってみた感じはどうでしたか？柔らかいその感触を確かめたら今度は下へ降りてください。今ここにいる。今ここのこの瞬間と感触に集中してください。ちなみに吸う時に上がるか下がるかは人それぞれでやりやすい方で大丈夫ですが、参考までに私は吸う時に下がり吐く時に上がる、要するに息の動きに集中するやり方に体が共鳴しているように感じています。皆さんもいろいろ試してみるといいでしょう。続けていきましょう。もしも自動思考、例えば今ここにいない人のことやまだ訪れていない未来のことなど頭の中の独り言が始まりましたら、にっこり笑って知らない知らない、今ここ今ここと念じてください。あと30秒続けましょう。この湖のほとりの音が自分のお腹の音です。心地いいですよね。赤ちゃんの頃お母さんのお腹の中で毎日が無意識と感情だけで過ぎていく中、この音が愛の感覚として存在し、私たちの右脳に刻まれています。自動思考を消して愛を思い出しましょう。お疲れ様でした。それでは1分間渓流を流れる水の音の一エフゆらぎに癒されながら休憩しましょう。一エフゆらぎとは、自然界が生み出す規則性のない微妙にランダム生成されている音のことで、この生体リズムの揺らぎに同期するとヒーリング効果を生み、脳内はアルファ波状態になり、人体にリラクゼーション効果をもたらすと発表されています。ここでもエレベーターの呼吸をやっていきましょう。
はい、このループを何セットかやっていきましょう。とにかく頭ではなく体内に耳を傾けるようにしてください。もし今ここにいない人や昨日の過ち、未来への不安などを思い出していることに気がついたら、にっこり笑って、知らない知らない、今ここ、と心の中でつぶやき、とにかく無視し続けてください。それではここから、今ここアファメーションと一緒にやっていきます。これは右脳活性化とともにこの世のすべての不安や恐怖心を消滅させる魔法のアファメーションです。私の方で呪文を唱えますので、皆さんはエレベーターの呼吸に集中し、ただぼんやりとそれを思っていてください。今、ここ、今、ここ、私は純粋な白い光、わからないという白い光。もう一度行きます。今、ここ、今、ここ、私は純粋な白い光、わからないという白い光。最後30秒です。今、ここ、今、ここ、私は純粋な白い光、ただわからないという白い光。お疲れ様でした。それでは1分間、水の音の 1F 揺らぎに癒されながら休憩しましょう。大変お疲れ様でした。このアファメーションをできる限り動画に沿って続けていくことで、少しずつ頭の中の独り言が消え、少しずつ右脳の活性が高まり、宇宙との同期が始まり、この世の全ての不安や恐怖が消え、超人的な直感力で引き寄せの達人となり、素晴らしい人生を送るのです。無理のない範囲でできるだけ続け、一日も早くネドジュンさんの愛の領域までたどり着きましょう。この動画が良かったと思った人は、ぜひともご家族やお友達に教えてあげてください。ご視聴ありがとうございました。